アロハ、ハワイ島のヨーコです。キラウヤ火山国立公園に行ってきました。この日はチェーンオブクレーターズロードを降りていくことにしました。突然ネネがゆっくりと道を渡り始めていました。車を止めてネネが渡るのを見守りました。ネネは同じ道を通る習性があるそうなので、ネネクロッシングのサインがあるところはスピードを落として走るのが良さそうです。この坂を降りたところで写真を撮りたかったのですが、お手洗いに行きたくなったので、とりあえずチェーンオブクレーターズロードの突き当たりまで行くことにしました。突き当たりにはパークレンジャーさんがいて、お手洗いとスナック菓子を売っているお店があります。2018年の噴火の際の地震で崩れるかもという噂があったポレイシーアーチも崩れずにありましたよ。斜面を流れて固まった溶岩を見ながら目的地アラヌイカヒコへ。映像でもスケールの大きさは伝わっていると思いますが、この景色すごいです。そしてここに車を止めて溶岩をバックに写真撮影をしました。ここから海側へ溶岩の上を少し歩くと、昔の溶岩に飲み込まれた道路が残っています。久しぶりにペレの横顔も見てきました。チェーンオブクレーターズロード沿いにはたくさんの火口があり、それぞれの火口に特徴があります。最後はキラウエア駅火口を覗き込む場所へ。
他に誰もいなかったので、アパパネをゆっくり観察できました。